内田、山口両選手ぎゅっと固まってのゴール前。ファーサイドシュートで行く。セカンドボールこぼれてもう一度、ここはゴールの上。最後は17番の加藤だったでしょうか。町田のセットプレーです。蹴るのは井上。ゴール前セカンドボール中島、19番の松本クロスを入れる。パンチング、ゴール前。今ヒヤリとする場面、よくキーパー山田が反応しました。さあカウンターいけるか。ここはカットします。町田の方も一つセットプレーからいい形作りました。再び山口高い位置、石田がボール持ちますが、一旦ここはボールがどうやら空気が抜けたようです。新しいボールを変えます。ディフェンス対応します。山口は一旦このピンチはしのぎたい。町田はこれは願ってもらうチャンス。おっとここは PK になりそうだ。30番、ここは町田の高島が倒されました。さあここは町田大きなチャンスを迎えました。ペナルティーキック。シュート決まりました。先制点は町田。背番号30の中島がここは冷静にボール蹴り込んでいきました。1対0。そして素早くここもカウンター。9番の岸田を狙ってのボール。ただここも19番町田の松本が対応。ゴール前、さあシュートいけるか。キーパー抑えています。最後は40番の小塚。今の松本選手よく自分のミスをカバーしましたね。ちょっと町田すらヒヤリとする場面でした。相手を目の前に置いて動きながら、はい、でボールを蹴ってきたら後ろに下がってって形ですよね。スペースがあるぞ。左サイドシュート、キーパーを抑えています。すぐ交代するぞっていう形はもうそれはもう相馬監督ゴール前シュート、わずかに枠を捉えきれません。しかし非常にいい形。最後は15番の井上。ね、それをやっぱり防ぐためにどうやれば防げるかということを考えますよね。はい、ゴール前、しかしオフサイドフラッグ上がっています。かける山口、山田は上がれ上がれとジェスチャー。ここでホイッスル、試合終了となります。ご覧いただきましたように2017明治安田生命 J2 リーグ第16節、レノファ山口 FC 対 FC 町田ゼルビアは1対0で FC 町田ゼルビアが勝利ということになりました。